勝負服、競馬における勝負服、勝負服、とはレースに出走する馬に騎乗する機種が着用する服のことである。中央競馬、JRA では場所ごとに服飾が定められている。騎種一人が1日に騎乗するレースは、最大12レースだが、そのために騎乗馬によって、勝負服が毎回異なることがある。同一レースに、同じ場所の所有馬が出走する場合、 同じ勝負服の機種が複数起乗することもある。服職の登録は場主が行い、勝負服そのものは競争場を予託している、調教師が所有及び管理を行うが、一部の機種の中には起乗回数が多い場所の勝負服を機種自身で所有、管理している、ケースもある。勝負服の登録は場主登録と同時に行うか、所有場が 初めて出走する直前に JRA に登録する。使用できる色と柄は、競馬志向規則に定められており、柄についてはその寸法について明記されている。服飾変更の申請があれば何度でも変更が可能である。過去には変更した翌週に元に戻した事例、前田孝治やノースヒルズもある。馬所登録が抹消されると勝負服の登録についても、 抹消される。抹消された勝負服は、抹消日から60日間は使用できないが、抹消場主の相続人であれば、同じ勝負服を使用することができる。1957年までは、機種の帽子は、勝負服の色に合わせた色を使用していた。おおむね、勝負服に使われている色と同じ色の単色帽で、あるが、勝負服のデザインによっては、単色ではなく、 勝負服のデインに合わせた棒を使用する例もある。1957年からは、勝負服の色とは、無関係に、枠盤ごとに定められた色の帽子を被ることになっている。同じ枠に、同馬種の馬が入った場合は、二頭の帽子の色も、勝負服も、同じになる。それでは、見分けがつきにくいため、馬場の大きい馬に起乗する機種が、 染め分け棒と呼ばれる二色四つ分けの帽子を着する。また十七頭か十八頭立てのレースでは七枠及び八枠に三頭入る枠が生じるが、三頭すべて同じ場所の馬である場合は、その枠の二頭目の機種が四つ分けの染め分け棒を、三頭目の機種が八つ分けの染め分け棒を着用する。ただ八つ分け染め分け棒は滅多に見られず、2013年八月十日の 第2回新潟競馬5日目第11競争で8枠制になってから初めて使用されている。1991年前は1枠から6枠までも8つ、分けの染め分け棒が用意されていたが、1991年秋以降は馬番号普通に連勝複式勝ち馬、投票法、馬番連勝複式の導入により、最大出走等数が18頭となったこと。 および単枠指定制度がなくなった関係で事実上廃止された。非常に多数の競争馬を所有する馬種に染め分け棒は多く見られる。製作メーカーは福島県福島市にある合紙会社工のテーラーなどがある。中央競馬 PR センター1993年以降の G1 レースやホースライフ社の通販サイトで勝負服のレプリカを販売している。 また、勝負服柄をモチーフとした T シャツやブルゾンなどのグッズもある。地方競馬、ノルでは北海道競馬の一部のケースを除き、機種ごとに勝負服が定められている。これは、機種服と呼ばれるシステムで、所属競馬場やあるいは同じ地区の競馬場の他の機種閉じ物にならないように、機種が色や柄を登録することになる。デザインが機種ごとのものであるため、 基本的には、騎手本人が色柄を選択する。他地区の有力騎手や中央競馬や、海外の有力馬にあやかって、その勝負服と同じデザインを登録している騎手や、一門で共通の柄を用いていたり、師匠である長教師が、騎手時代に用いていた勝負服のデザインを弟子である、騎手が受け継ぐなどということも見られる。その他、中央競馬と、 地方競馬の勝負服で異なる点として、中央競馬では使えない色や柄が、地方競馬では使えることもある。例えば、大色は、中央競馬で勝負服の色には使用できない一部を除く、地方競馬では使用できる。中央競馬の機種が、地方競馬場に指定交流戦のために遠征し、その遠征場の他に、一般戦などで、 地元所属の馬に起乗する場合については、基本的には枠順に合わせた色の勝負服が JRA 所属騎手用と指示される。ただし、兵庫県競馬、園田、姫路では、元兵庫所属の JRA 騎手である岩田光生が地元所属馬に起乗する場合、馬券を購入する地元の競馬ファンの混乱防止の観点から、地方競馬時代に使用していた服飾の勝負服を、 着用している。また、岩田以外の元地方所属だった JR 駅種が帰乗する場合、地方所属時代の勝負服をイメージできる色の菓子服を着用する小牧太志内田広之青など、竹豊はこれらに該当しないがゴールデンジョッキーカップに招待されることが多いということもあり、ピンク色の勝負服を着用する。同様に、 南関東地方競馬でも2008年3月より機種の取扱いについて変更を行い中央競馬に移籍した元南関東地区所属の機種について中央所属馬に起乗する時以外は地方競馬当時の復職での乗りが可能となった。これは大井競馬場のトップジョッキーであった内田が中央競馬に移籍したことに伴って行われた変更である。また、 川崎競馬場では2011年から一定の基準を満たした JRA 所属機種については各自がデザインした勝負服の着用を認めることとした。逆に指定交流戦などで中央競馬の所属場に地方競馬所属の機種が起乗する場合は JRA 機種同様場所が中央競馬で使用している勝負服を着用する。2017年10月から 南関東公営競馬のダートグレード競争、南関東重賞競争、2歳神話競争にて、南関東4馬に競争馬を予託し、かつ JRA の馬種登録を受けている馬種に対して、JRA に登録された復職の使いが認められることになった。2018年5月から、兵庫県競馬、園田、姫路のダートグレード競争、地方交流重賞競争、 兵庫県重症競争、二歳新馬競争及び JRA 認定競争にて JRA の場所登録を受けている場所に対して JRA に通された服飾の使用が認められることになった。地方競馬に短期免許で外国人機種や外国に活動の本拠地を持つ日本人機種が起乗する場合についても基本的には専用の服飾が用意される。また、かつて 大井競馬場がアメリカのサンターニタ競馬場との交流の一環として、機種招待レースを実施していた頃には、正常期などをモチーフとした本来ならば、日本の規定にない特殊なデザインの勝負服を用意し、その服を、その当日の招待機種専用のものとして使用していた。なお、日本競馬の通算最多勝記録の保持者である、佐々木武美元機種の使用していた赤。 鉱山型一文字の復職は、佐々木の功績を記念して永久保存に指定されており、新たに復職として使用することができない。ただし、現在使用している機種はそのまま使用できる。愛知県競馬、名古屋、公営中京や兵庫県競馬、園田、姫路では、かつては機種勝負服ではなく、競輪やオートレースなどのような枠順ごとの勝負服が用いられていた。 北海道競馬では2006年度から以下の競争に限り、馬主からの申請による服職、馬主服の着用を認めている。馬主服の申請は任意であり、指定されていない出走馬に関わる服職は従来通りの騎手服を着用。地方競馬に所属する騎手が中央競馬で騎乗する場合、地方競馬で自分が着用している勝負服を 中央競馬のレースで着用することはできない。その場合、地方馬の馬種が中央競馬の馬種登録をしていれば登録した勝負服を着用し、登録がなければ規定によって定められたデザインの勝負服が貸し出される。逆に、中央競馬に所属する馬が地方競馬のレースに出走する際には、中央競馬で登録している馬種の勝負服が用いられるのが一般的で、 中央競馬所属馬に地方競馬の機種が騎乗する場合は通常と異なる勝負服で騎乗する姿が見られる。明治時代には全国で統一されたルールはなく競馬場ごとに様々であるが横浜競馬場や上野市のバズ競馬などでは現代と変わらない勝負服が用いられている。この当時は勝負服とは言わず馬主服と呼ばれている。 日本の中央競馬と同じくバッシュごとに勝負服が定められている。デザインについては日本より自由度が高く、日本で認められていない色や柄、装飾などが用いることができる。また、文字の挿入を認めている国もある。上記の柄の他にバッシュ独自の衣装が認められる場合もある。主にアメリカ競馬。日本では基本的に枠の色が使われる帽子も日本以外では 勝負服の一部として様々な色や柄が用いられる。例えば有限会社社代レースホース、勝負服の登録は、木、黒縦島、袖青一本輪は、日本以外で出走する際には、木、黒縦島の帽子を使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。